雨なんですけど、まあ荷物もありますし。にしていただいて、僕もすごい人気の菓子屋さんでございます。自然光に照らすとエッジのところが透けるんですね。これがね、多分日本人の美の意識でして、これが足ってこう棒のとこ足って言ってるんですけど、あまり棒がない方がいいんですね。高級な茶碗なので、
入れ方だけちょっと覚えて帰ってください。はい、4つのポイントがあります。お湯の量を分けて測る。茶器を温めるのと湯冷ましを一緒にしていきます。しっかりする。目安は茶葉の9割です。でもおかしいおかしくない。新芽が出るんですね。